一応裁判所で、昭和裁判所でも言ってきたけど、一方的な主張で、ね、裁判所の、ね、その受付の人も、あ、はいって言ってたよ。当事者のね、その大関慎吾という男の一方的な主張だけで、ね、脅迫とか、ね、プライバシーの侵害とか、誹謗中傷とか、ね、してきてんのに、俺に対して。そういうことをしてない人間が告訴するってね。恥ずかしくねえのかって、その常識が。ね。ジャニーズから解雇されてるっていうことは、小山慶吾に対して文句がありませんよって、お前が悪いから解雇されるんだろっていう意味がわかんないのかって、バカ親子。ね。社会的常識の欠落なんだよ、本当に。ね、こっちは迷惑でしかねえから。ね、そんな常識はねえのかってんだよ。なあ、企業がって、小山慶吾の賠償で何億ね、何千万何億になるかなんて脅迫してきてね、配信で。誰がお前とやってんだよ、その企業のライフサポートの。ね、ジャニーズのトップの企業のジャニーズがお前の解雇したっていうことで分かんねえのかってんだよ、本当に。その本当に常識じゃない、バカ親子、大関バカ親子。ね、親も親なら子も子だよ、本当に。ね、親がバカだから、ね、子供はもっとバカだよ。ね、なったら注意できねえんだから、解雇されたんだからやめときなさいとか言えないんだろ、親も。そんな常識もねえのかってんだよ、お前、これ賠償なんだ、本当に。なあ、これもな、金がかかって、お前、これでし、俺が信用を失われてんだよ、お前の配信で。なあ、え、こんなやつだったんだと思うわけじゃないか。でも今それでやられる俺じゃないけどね、みたいな。ヤルパシー聞こえてんだろ、大関のバカ親。聞こえてんだろって言うんだよ、大関慎吾、お前にも。なあ、タッキーのな、滝沢、ジャニーズの滝沢社長のヤルパシー聞こえてんだろって言うんだよ、お前ずっとこのスタイルでやってきてんだからよ、2年半。お前ら違うんだよ、本当に。レベルが、ラベルが。なあ、お前ブラックレベルなんだから、こっちはよ。なあ、意味わかってんのかよ、お前。こっちはブラックエンペラーなんだよ、お前。本物の。ふざけんなよ、お前。俺はゴールドエンペラーって言ってるけどよ、アントレンの意味わかんねえな、バカラッピーペラーの。名倉天皇って意味なんだよ、お前。もうね、あのバカ野郎、ボケ野郎、お前、カス野郎、金払ってよ、ふざけんじゃねえぞ、お前。お前、5対1でやってやるじゃねえんだよ、昨日よ。そんな配信してるやつが、ビビって見せてるわけじゃないから。ほんと5対1でね、やってやる？ふかしさん、あ、なんだっけ、はったりさん兄弟？な、お前のことなんか相手にしてないから、そもそも。したくねえし。な、相手にしてもらいたいからって、俺たちのね、その5人会の、ふかし5人衆とか言えば、で、5人会って言ってんだからよ。わかるに決まってんだろって。な、それが誹謗中傷に当たらないと思ってんのかって。ね、その常識のなさ、弁護士も親も注意してこいよ、ほんとに。俺なんか弁護士から、いや、小山さん、自分 YouTube 見るんですけど、小山さんのおすすめで、何回も出てきてますよって、ね、言ってくれてるよ。でも警察官って、この間あの、ペコットが、ね、あの町屋の公園で、呼ばれた時に、あれ YouTuber の、あれ小山さんですよねって言ってくれてたんじゃない、制服の警官。俺制服の警官に言われたの3回目だよ。お前なんか言われねえだろ。